平安です、今日はですね、僕のお店でですね、クッキーを、お客さん来ていただいたお客さんに出してたんですけども、その出していたクッキーのお店をちょっと変えようかなというふうに、考えております。だから今ちょっとねクッキーがね そんなにね費用的にはかけられないんで、なるべくこういい、それで結構おいしいものを探さなあかんという形になったんですけども、この買えるきっかけというかねですわで、僕がだいたいクッキーを出すのにね、そのお店はですね、その障害者の人が働いているお店で、お店というかそういう会社で、ほんでクッキーを作っておられて、そういうところをこうどういうんですか、協力したいというか、そういう気持ちで、確かに僕の売り上げは大したことないとは思うんですけども、それでそこにずっと注文してたんで、最近はねずっと注文してたんですけども、ちょっとね対応がね結構だんだんとこうその悪くなってきたんですよね。でちょっと遅くなってきたのもあったんですよ。で理由は分かんないですけども、理由があるんやったら教えてほしかったんですけども、で電話してですね、ほんでちょっと急いでるんでっていうことで、そういうことをお伝えしてですね、今日が月曜日やったんですけども、結局今日もクッキーが届かない状態ということで、それで相手さんの会社からは連絡がないという状態でですね、そのどっちかというと、だからその僕のお店がまあまあ弱小というかね、個人でやってる、それも売り上げ、相手の売り上げとしては大したことない売り上げだったんで、やっぱりそのある程度軽く見てはるんでしょうね。そのだから全然そのまあ相手にしてないと、ついででやってるような感じやったんですかね、ちょっと気持ちは分かんないですけど、僕のそういうね、そういう会社からこのクッキーをお客さんにお出して、その紹介したりするっていう、そういう気持ちっていうのをあまり大切にはされない会社なんかなということでですね、それ自体がねこういいとか悪いとかとかいうことじゃなくてですね、僕のそういう思いがその伝わらなかったというか、伝わっててもそういうことを別にそんなにその重要しない会社やったっていうことが今回で分かったんですけども、だからですね、そういうことを重視するような、重視というか、まあもちろん売り上げも重視しなあかんのですけども、そういうことも大事にする会社なんかなというふうに勝手に思ったんですね。でもそうじゃなかったっていうことは、僕がちょっとそういうことを見抜けなかった、その表面的にその障害者が働いてるお店やから、そういう気持ちも大事にするそういう会社かなと思ってた、その自分のその見方の甘さというかね、そういうことではないということが今回のことで分かったっていう、ちょっとそのそういうことであれば、とちょっとお店を変えるしかないなということで、まあ注文した、クッキーが明日届けば、もちろんそのクッキーは、買わせていただくんですけども、今後ですね、そのクッキー屋さんの、クッキーを注文することはないということを今回決定させていただいてですね、もう仕方ないですよね。やっぱりその僕はやっぱもうちょっとその気持ち的なところ、ちょっと甘いかもしれないんですけども、そういうところをこう大事にしてこうやってきて、こうやってきてるんでね。だからどっちかというと、そのどういうんですかね、気持ちとその行動が一致したことを、大切にした商売をしてるんで、そこが違うとなると、やっぱりその変えざるを得ないんですね。自分のその生き方というか、その商売の仕方として、変えざるを得ないことになったんで、今こうクッキー屋さんを探している。で結構ね、そんなにもちろんだから高くない状態で、クッキー作っていただいてたんで、そういうちょっと美味しくても高いところやと、僕としてはちょっとそこまで費用はかけられないんで、その今の状態ぐらいの価格でその買えるクッキー屋さんをこう探すしかないなということで、できればね、できればというか、その
通販では頼みたくないというふうには思ってるんで、その直接ね、僕がそのクッキー屋さんと、クッキー屋さんに行ってですね、で購入する、で次からこの注文をしていって、それで、定休日とか、そうですね、まあ仕事終わってからか、定休、まあ定休日かな、定休日の木曜日に、取りに行けるお店、それでなるべくこう近いところ、もちろん滋賀県内ですね、滋賀県でっていうことでこうやっていかなあかんので、これをちょっと探さなあかんと、僕の仕事としてちょっとこのクッキー、たかがクッキーやと思うかもしれないんですけども、そこもこだわって自分でこう、探していこうと思ってます。でネットでいろいろ探してるんですけど、なかなかねこう高そうなところはあったんですけども、その価格が見合うところがなかなかなさそうやったんで、ちょっとねこれ苦戦してるというか、ほんで、お友達のねセラピストの方にね、クッキーでいい店がないかどうか聞いたんですけども、ちょっとね教えていただいたところがちょっと高いかなという感じで、ね、クラブハリエのクッキーを教えていただいて、そこはまあ美味しいんでしょうけども、ちょっとそのなんていうんですか、そのお店で出すにはちょっと費用がかかりすぎる可能性があるので、これからこう探したい、まあまあ偶然ねいいお店が見つかることをこう願ってるというところですね。だからまあやっぱりねクッキーは喜んでいただくお客さん結構おられるんで、そのクッキーのサービスっていうのは続けたいなというふうに思ってるんで、至急ですねこう探さなあかんというところですね。今度の木曜日、には買いたいところですね。しっかり買って、でその備えると、お客さんに備える状態をこう作りたいなというふうに思ってます。なかなかねこれが多分結構あるはずなんですけどね、僕はちょっと知識というかそういう情報がないんで、探さなあかん状態でですね、ちょっとどうかな、まあまあスーパーとかねそういうとこに入ってるとこに行くんでもいいし、その、セラピスト、友達のセラピストの方はデパートのね、クッキー、その小さいクッキーを出してるって言ってはったんで、デパートというとどこになるんですかね、わかんないです、イオンですかね、その辺に行ってみるかですね、イオンでちょっと、まあ、インフォメーションとかで聞いてみるか、ちょっと探してみる、ネットイオンのそのお店で探してみて、イオン結構ねいい感じのお店って結構あるんで、探してみてもいいかなというふうに思ってます。まあちょっとそれを至急ですね、僕の仕事としてはこう早くに決めないといけない、案件というかですね、そのお店にとって、そのお客さんでもそのクッキー別にいらん言わはる人もいるんですけども、クッキーをその喜んでくれはる人がいるんで、やっぱりそれはちょっと続けたいと思うんで、探したいというところですね。なかなかそのね、どういうんですかね、やっぱクッキーが一番こうベストかなと、ベストとベターというか、クッキーを出すのがちょうどいいかなと、そのまあまあそれなりに日持ちもするし、手軽やしということですよね。だからまあまあそれがちょっと仕事かなというところですね。今日も雨降ってますね。ということで今日の一人ドライブは、クッキーのお店を変えます、お店のクッキーをのお店を変える、ややこしいですけど、お店の出しているクッキーのお店を変えるということでお話しさせていただきました。ということで以上です。ありがとうございます。